トムロフトのレース場と飼育日誌、ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。6月24日金曜日の朝です。社外を開始しました。今日の天気は曇り、風は南寄りの風、1メートルから3メートル吹いてます。あとは順調に飛び出しました。まだ厩舎の方にはいつも通り2番校請求が残ってますけども、しばらくしましたら飛び出して一緒に飛び回ると思います。社外を開始しましたらカラスが1羽やってきました。今年生まれたカラスですね。親ガラスは電柱1本分先にいるんですけども、子供のカラスだけが厩舎のそばへ飛んできました。この若いカラスの影響でいつも屋根の上で様子見をしているハトたち、成鳩と2番子飛び上がって今1番子と一緒に厩舎の周りを旋回し始めました。今日はもう社外早々全休飛翔ということで、なかなか見応えのある社外風景になってます。6時5分になったところです。今鳩が降り始めました。今日の飛翔時間は20分。まあいつも通りの飛翔ですね。しばらく休んだ後また飛び上がると思います。厩舎の屋根の上に降りてきた鳩たちです。今日は口を開けている鳥はいますね。大きな口を開けてハーハーしている鳥は見当たらないですね。まあ成鳩がそばにいないからかもしれないんですけども、暑さ慣れしてきてくれたのかななんていう感じを受けてます。気温は 23.8 度、湿度 90%。 気温も朝としては高いし、湿度も高くて蒸し暑いですね。風が1メートルから3メートル吹いているので、外にいると昨日よりも少し楽です。厩舎の屋根の上に降りて 1、2分しましたら、カラスとともに猛禽がやってきました。カラスにこう後ろから追われてますので、うちの鳩の方へ接近したんですけども、特にちょっかいを出すことなく、また小金井公園の方へ戻っていきました。私の鳩はカラスと猛禽の接近で、厩舎の屋根の上にいました鳩は一斉に飛び上がりました。特に襲われた鳩はなく、集団で上空を飛んで少し離れたところですねを飛び回ってます。しばらく飛び続けると思います。猛禽とカラスに驚いた鳩、今戻ってきて、厩舎の入り口付近に集まってきました。2回目の飛翔時間は30分。猛禽が出て脅かされた割には短い飛翔時間ですね。このくらいの時間であれば普段の社外と変わらないなと思ってます。7時ぐらいまでこのまま遊ばせて呼び込みたいと思います。やはり猛禽が怖いのかな。降りてきてから入社口の方にこう集まるっていうのもその傾向かもしれないですね。南西の方角からうちの鳩めがけてハヤブサが接近してきました。接近する前に鳩がハヤブサを察知したので、今飛び上がって直撃は避けることができてます。ただいまの時間は7時50分になりました。ハヤブサに襲われて50分経過した後、上空を飛び回る鳩たちです。ハヤブサの襲撃があっても特に集団に乱れはなかったんですけども、興奮してしまってずっと飛び続けてます。もうダラダラ社外で降りていきたいのかななんて思うんですけども、先ほどからこのダラダラ社外をずっと続けてます。もう少し飛んでいそうな鳩たちです。今日は初めて朝の社外で3本のムチを打ち込まれてしまいました。最初のムチはカラスですね。若いカラス、社外直後に屋根の上にいた鳩に対して脅しをかけてきました。まあこのカラスは可愛いもんで、ただ来たというだけで、鳩はそれによって飛び上がってくれました。2回目のムチはカラスに追われたオオタカが私の厩舎の上に接近してきました。これもオオタカはカラスに追われていましたので自由に動けなかったということもありまして、
ただそばに来てまた公園の方へ戻っていくということです。で、3番目のムチがハヤブサ、南西の方角から低空でこう接近してきまして、うちの鳩めがけて寄ってきました。ただこれはもう寄ってきただけで特に捕まえずにそのまま通過していなくなってしまいました。しかしこの3回目のムチが鳩にとってはものすごい刺激になりまして、ずっと飛び続けてます。今日の合計の飛翔時間は130分、2時間10分になりました。特に3回目のムチの時、7時から8時20分まで80分間の飛翔です。いやー、こんな日もあるんですね。これからこういう日が続かないように願うばかりです。本日もこのブログにご指摘ありがとうございました。今日は野鳥に追われて鳩が飛び回ったという日になりました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。